こんにちは、アンティークコインプラネットです。コインマニアの店主が自分でも欲しいと思えるコインしか売らないをモットーに、本当に価値のあるアンティークコインを販売紹介しております。ホームページ、インスタグラム、ツイッター、 LINE などもやっております。概要欄にリンクを貼っておりますので、ぜひ一度覗いていただけると嬉しいです。一緒にアンティークコインの世界にどっぷり使っていきましょう。突然ですが、この度久々にヤフオクにて1円オークションを開催することとなりました。今回の1円オークションの目玉となりますコインを紹介いたします。1700年、神聖ローマ帝国ニュルンベルク2分の1ラムダガット金貨 PCGS-MS63 になります。 PCGS 鑑定枚数はわずかに6枚、 MS63 は最高鑑定品でございます。表面にはパックスの旗を持ち地球の上に立つ羊が、裏面には神聖ローマ帝国とニュルンベルクの紋章、平和の象徴である鳩が描かれております。2分の1ダカットということで非常に小さい金貨でございますが、 MS63 という最高鑑定で非常に美しい金貨でございます。こちらのラムダカット金貨はまさに平和をテーマにした究極の1枚といえます。詳しい説明はヤフオクのサイトにも記載しておりますので、ぜひじっくりとご覧くださいませ。今年最後の1円オークションです。どのくらいの価格になるか、私自身もとても興味がございます。たくさんの方のご参加お待ちしております。